今日は今アジアのスーパーで買い物してる。なんか歌舞伎揚げ的なことかなと思って、これセールになってたから、これがオリジナル味で、こっちはチキン味だって。あとなんかあんまり値段が日本と変わらない気がして、コーラのマーチ入れちゃったのと、デニッシュのトーストブレッドとシュークリーム売ってたから買ってみた。美味しいかな、まずいことはないだろうと思って。あとごま団子も欲しいんだよね。あと今このスーパーの中にある何レストランでご飯をオーダーしてて、20分後って言われたから、待ちながら買い物中。すごいキットカットが桃パフェ仕立て、桃ではないみたいなことだよね。これもすごくない？スパークリングワインで、しかもウィズストロベリー、ちょっとストロベリーの風味、あ、中のソースがストロベリーみたいな。これも抹茶じゃなくてさ、抹茶ティラミス味、温泉まんじゅう味。なんかさ、味が複雑になりすぎて、梅はシンプルだね、梅。こんな感じで、梅酸っぱくないんじゃない、梅酒みたいな、ああいう感じのじゃないの多分、味わかんない、食べたことないけど、こんな感じで日本のお菓子も売ってたり、いろいろ。あとちょっとこれも気になる、久しく食べてないから。そんなに高くもないけど、わざわざカナダで食べるものかなと思いつつね、$2.50見送り。でも安いの発見した、プリッツの、多分タイのプリッツだ、グリコなんだけど、1箱、量は少ないけど1箱$1.25、1箱60セントじゃん。でもよくわかんない味なんだな。逆に日本にこれ何味、ラムだって、ラムのフレーバーと、あとコーン気になるね、バーベキューチキンもある、コーンのフレーバー、バーベキューチキンは、あ、このラムだけだ、安くなってんの。これは$1。あ、そうか、ラムというものが、ラムだけが安くなってる。何、人気ないんだ、じゃあまずラム味にするわ。賞味期限は、あ、そうだね、賞味期限が5月だから、いや、売らなきゃいけないんじゃない。じゃあラム味、ラムの何、なんかひき肉炒めてるみたいな。お菓子ばっかりになっちゃうよいつもそう最近。でもあのポッキーのチョコバナナも気になるな。まあいいや、ちょっとやめとこう、お菓子だらけになっちゃうから。ベーカリーのコーナーでしょ、あっちがお惣菜のコーナー。言うと詰めてくれる感じ。アイスクリームとかも売ってる。これとかすごい美味しそうですね。シャトレーゼのプレミアム宇治抹茶ね、高いけど、でも日本でも安いものじゃないのかもしれない。ちょっと日本で見たことがないから分かんないけど、これとかも普通に小豆バー、どっか台湾とかどっかのやつ。この刺身の切り方がすごい、ズバッと切ってるって感じ美味しそうだけどね。甘いことも美味しそう。そうだね。ごま団子欲しいなと思って。なんか春巻きとかも買う？いや、買いすぎ？そう。じゃあごま団子。買ったごま団子。よいしょ。ご飯ピックアップした、 Thank you。 ご飯をピックアップして今から車で食べる。今はね5時半ぐらい、
今日ねご飯何にも食べてないの、もう長い一日だった。お腹が多分空きすぎたのか、あんまり空いてるんだけどそんなには空いてない。さっきのごま団子じゃん。すごいずっしりしてる。ずっしり高いすぎて。なんだ、あそこでカテゴリーとか入れてくれたの。あ、メニューとかね、次頼むときよろしくみたいな。あ、これがヌードル。なんかさ、え、メニューにはそう書いてあったけど、タイ式って書いてあった。うん。あとフーヤンっていう卵のやつと、あとこれが酢豚。あとあったかいほうじ茶。これこのスイートラとあんまり保温しないから、このめっちゃ保温するやつにお湯入れてきて、それで今おほうじ茶入れた。こっちも受けてくれない？そういえばさ、チリソースとか何も回ってこなかったね。回ってくればよかった、ホットソースとか。うん、これホットソースが欲しい味かも。イカとエビとな、フライドフーフーのヌードルだ。よかよか。これもしか取れなかった、なんか酢豚なんだけど、もちろんまあ酢豚なんだけど、なんか日本の酢豚に比べてめちゃめちゃ肉メインって感じだね。これはチキン風やん。家の内部で働いた時、いつもなんかご飯買ってきてくれる時とか上司が、いつもチャイニーズでこのフーヤンってやつを買ってきてくれたの。フーヤンって何それ知らなかったと思ったよ、そしたら結構普通にイエローナイフの食べ物、イエローナイフの中華料理屋にあるかと思ったら別に普通にあの店にも。まかないがつくんだけど、なんかまかないが少ない時とか、なんかなんだろう、まかないって言っても食べ物、何お店で出した食べ物の残りをまかないにしてたから、なんか残りが少なくてちょっと結構売れた日とか、あとなんか土曜日かなんかわかんない、なんか特別の時にマネージャーが買ってきてくれるの。うん、ちゃんとそういうところはねくれるね。んやっぱりしてまかないちゃんとあるじゃん。そう、うん、しかも残り物のまかないなんだから別に残んなかったらそれはそれでいいじゃん。うん、なんかわざわざ買いに行ってくれたりとかして、そういうなんか気が利くと、なんかなんだろう、気遣いをバイトにしてくれるところがすごくいいよねみたいな、バイトっていうかワーホリっていうか、私はワーホリじゃなかったけど、で、みんなでか、みんな私ともう一人とで感動してた。
でも、もっと売れた日っていうのはさ、みんなが頑張った日なわけでもあるからね。うん。そうですね。でも、閉店までいた人じゃないと、まかない食べれない。ああ、なるほど。うん。よく考えてまかないが食べれるとは言えないと。うん。あ、まかないっていうか、ランチのまかないはあるよ。ディナーのまかないが、うん、ディナーが6時とかに閉めるとか7時、なんか本当にすごいディナー、何ディナーのすごいラッシュとかより前に閉めるのね、うん、だから買って帰る人とか早いディナー食べる人とかしかいなくて、お客さんのね。でそこで何片付け作業してから帰るんだけど、うん、その後に残った寿司とかを食べる、うん、しかも寿司だからこそ、うん、いいよね。普段だったら高くて買えないもん。でも握りじゃないよ、もちろん。あの巻きだよ、巻き、あ、エビとか巻きは言ってもね、うん、ちょっと贅沢品だよ、一応、うん、ワーホリでしたわ。そうね。しかもさ、土曜日もっとよくて、日曜日閉店だったわけ、うん、だからなんかもう土曜日までに切っちゃった刺身、うん、全部食べれる、うん、すごいね、うん、たまにすごい時あった、もう今日すごい残ってるよみたいな日、うん、でもさ、なんかランチのまかないは、うん、なんか何当番で作んなきゃいけなくて、うん、しかも30分以内に作るって決まってて、うん、しかも作り始めがなんか12時とかすごい混んでる時間だから、もう誰にも質問とかもできないわけよ、みんなが、うん、広がへんから、その間に冷蔵庫とか冷凍庫とかに、うん、残ってるものから作んなきゃいけなくて、うん、結構そういうなんか自分たちで作るまかないってさ、うん、ちゃんと料理ができる人とできない人って差があるで。そうだね。あとでもその時の冷蔵庫とかの様子にも、あとたまになんかまかない用の食材をマネージャーがちょっと入れといてくれたりとかもしてて、野菜とか、なんかあと酢飯で酢飯でオムライス作ったりとか、酢飯でチャーハン作ったりとか、もう冷凍庫に残ってるご飯とかがさ、酢飯が多くて酢飯じゃないものもあったけど、あともう照り焼きチキンみたいな味がついちゃってて、うん、それをどうにか味を殺すか洗うか、うん、そのまんまにする、なんかそのまま味を生かすかして作んなきゃいけなくて、なんか別に大して美味しいまかないでもないかったりもするけど、だから作るのがすごいプレッシャーだった。そうだろうね、みんながすごいのかなみたいな、まずいのかなと、うん、でもよくズルして自腹で調味料を買って持ってったりとか、ごま団子どうしよう、タピオカ買う、帰りに買う、うん、あ、こういうかやっちゃった、何も考えないでこうやって開けちゃった、全部食べれないとだ、あ、でもこういう風に閉めることって言えるか、いただきます、うん、ごま団子の黒ごま、でもいらない、うん、あ、いらない、なんか今日気温が今18とか19ぐらいあるらしいんだけど、そんな感じじゃなくてどんよりしてて、寒くはないけど暖かくはない、ごま団子おいしい、おちちちち暑い、やべえ、うん、お茶、うん、暑い、寒い
うん、これに入れとくとぬるくなっちゃうからさ、うん、すごい、うん、あ疲れた、うん、なんか疲れた、今日長い一日だった、長い一日ねって言われた。え、すごくない？ご飯食べた後にこれ4つ食べる私って。全部食べる？ホミン食べる？ホミンが食べないっていうからもう食べなきゃっていう使命に燃えてたんだけど、1個くらい食べたいなってこと。うん、食べたよ、食べたい人が。あ、今じゃなくて、ええから食べようかなと思って、うん、絶対残すなと思ったけど全部食べる気でいいから、え全部食べる、いや硬くなっちゃうからなと思っちゃう。3つ食べれる？1個だったら食べれる。いや別に急がなくていいよ、本人別に今日の夜食べたいんだったら。まだやっぱ温かいよ、ね、うん、しかもこれ揚げ直しできないからさ、ごまが周りについてるから。じゃあ3つ目、タピオカどうする？買うときに買う？もしお腹いっぱいではあるんだけどさ、せっかく買ったから、まあ、別に持って帰るんだけど、ちょっと食べちゃおうかな、消費量に。よいしょ、ちょっと柔らかいからさ、ペロリいけるんじゃないですか。うん、なんかしっとりっていうか柔らかいっていうか、多分冷凍で仕入れて解凍しながら店に置いてるんじゃないかと思ってるんだけど。何だろうな、昨日食べたたい焼きみたいな感じの。うん、まあほうかも。だから柔らかいんだけど、ちょっとしっとりっていうのとちょっと違うウェットな感じ。あれベストビフォーって書いてないの？日付書いてないな。あ、あったあった。あ、5月8日までいけるもん。結構長い。かなり長いじゃん。ゆっくり食べれるよね。うん。お茶開けてもらおう。お茶開けて。うん、ありがとう。何ちゃう？ほうじ茶。うん、はい、今ここの駐車場でご飯食べてて、お腹いっぱい。ここにさ、幸福堂っていうあのタピオカ屋さん入っててさ、めっちゃうまそうなんだけど、うまそうじゃない、めっちゃうまいんだけど、それを飲みたかったんだけど、もうお腹いっぱい食べたから飲めないってことで、次回買う。そういえば一昨日もさ、マーケットモールでせっかく行ったのに、ゴンチャの存在忘れてた、すっかり。ゴンチャ行けばよかった。もう次はもうタピオカから買うぐらいの勢いで、お腹が余ったらご飯食べるぐらいの気持ちで臨もうと思って。あ、でもシュークリームもう一個食べちゃおうかな。あ、遠いから届かないかな。ちょっと隅は遠いんだけど。Take the next lap。ホミが車止めて取ってくれたシュークリーム。お腹はいっぱいなんだけど、なんかもうちょっと食べたい気持ちになっちゃって。だったらタピオカ買えばよかった。いやでもね、違うんだ。飲み物じゃないんだよ。これ3列あるじゃん。真ん中がでかくて、左右左がちっちゃいの。
でも形同じかな。たまたまその大きさになったものをここに詰めてるのかな。なんか真ん中は全部大きい。なんか真ん中のやつの方がもっとちゃんと膨らみましたって感じ。こっちはなんかちょっと膨らみがほらこの線がまだ残ってて足りない感じ。こっちはこの線がちゃんと割れ目みたいになってる。わざとかこの箱に詰まるように。チームタワーと、あ、もうなんか真新しいものも何もなくね。なんか今日ホミがチョコレートが欲しかったんだって、あの家帰ってきたんだけど、なんかチョコレート食べたいなと思ってチョコレート欲しいって言ったら車から取ってきてくれた。もうちょっと普通にしようかな。レモンレモン1個だけで済むか分かんないけど、お腹は空いてないんだけど、なんかねうまいものがもっと欲しい、そんな気分なんだよね今日。じゃあこのミニスニッカーズももらおう。今もう9時なのに食べてるよ。4つだけだ。スニックスも、あーもう、もうやめとこうかな。やめれるかな。じゃあもう一個だけ M&M もらって、それでやめよう。ありがとう、褒めよう。あ、これは6個も入ってた。さっき4個しか入ってなかったのに。4個と6個って数があまりにも違いすぎる。